ペトロコナシェービチ・サハイダー・チヌイは、ウクライナの国民的英雄。クレナイルーシ出身の貴族で、17世紀初めに、ウクライナコサックの大長官を務めた。コサックの総司令官として、コサック軍の改革を行い、コサックのチャイカ艦隊を編成し、クリミア半国、オスマン帝国、ロシアツァーリ国の軍勢とたびたび戦った。また、ウクライナの文化の振興に力を入れ、 ウクライナ正教会を保護した。多数のウクライナ民謡、物語に登場する。1570年に、ポーランドリトアニア共和国、ルーシュ県、ベレームイシュリ州、クーリチチ村、正教徒のウクライナ系貴族、サハイダーチヌイケで生まれた。少年時代は、ボルイニ地方のオストローフ学校で学び、卒業後にリビューへ、それからキエフへ移住し、家庭教師並びに、 ヤン・ンアクサーク・サハンジの助手を務めた。1590年頃に、サハイダーチヌイは、コサックの本拠地であるザポロージャの地位置へ向かって、ザポロージャコサック軍に入隊し、1600年に、ポーランド軍と共に、オスマン帝国の属国モルドバ公国への出兵に参加し、戦果を上げた。1606年に彼は、コサックの長官となり、コサック軍をオスマン帝国領内へ引率し、 難攻不落と言われたバルナ要塞を陥落させた。サハイダーチヌイのコサック隊は、要塞の住民全員を殺害し、10隻の敵が冷戦と18万の金銭を奪った。バルナの陥落を知ったオスマン帝国のメフメト3世は、コサックの本拠地への道となっているドニプロ川の河口を封鎖するように命じたが、以後のコサックの海賊行為を防止することができなかった。 サハイダーチヌイの海軍をモチーフにした、ウクライナの一古い分野記念貨幣。1607年に、サハイダーチヌイが率いるコサックは、オスマン帝国の俗国クリミア,アセ国へ出陣し、東国のペレコープとオチャーキューという二つの大きな都市を略奪した。さらに、1608年と1609年に、サハイダーチヌイが小型のチャイカ船から編成したコサック艦隊は、 ドナウ川の川口に攻め入り、オスマン帝国のキリア城、アッケルマン城、イズマイール城を荒らした。1612年から1614年にかけて、コサック艦隊は、オスマン帝国の海岸を襲い続け、国海でのオスマン帝国の軍艦、商船を次々に沈めていった。1614年に、サハイダーチヌイは、コサック軍の輸送艦、それから、コサック軍の大長官に選ばれ、 コサック軍における本格的な軍事改革を行った。彼はコサックをゲリラ軍から正規軍に返還し、軍内での厳しい訓練と軍律を取り入れた。出陣中の飲酒は禁止され、軍律を犯したコサックは死罪と決められた。訓練は馬術より、休術、柔術、砲術が重んじられた。同年にサハイダーチヌイのコサックはアナトリア半島に位置する。 オスマン帝国の港湾都市シノプを焼き払ったが、翌年にオスマン帝国の都イスタンブールの郊外に上陸し、オスマン帝国の国会海軍の軍艦に火をつけて、オスマンの海軍帝督を捕虜した。予期せぬ、コサックの攻撃にオスマンのスルタンも踊、1616 16年にサハイダーチヌイのコサック軍は、大規模な軍事行動を行った。その年、コサックのチャイカ海軍は、 オスマン帝国のバルナとシノプを襲い、オスマン帝国の新編成の国会海軍を全滅させ、クリミア半島の最大の奴隷市場であるカッファ市に上陸した。コサックはカッファ市に総攻撃をかけて1万4千人のオスマンの守備軍を破り、カッファにいた奴隷と捕虜の全員を解放した。コサックはその後もオスマン帝国の領土を荒らし続け、コサックの武勇は、 ヨーロッパ全体で波紋を呼んだ。ペトロー・コナシェービッチ・サハイダー・チヌイ出陣中のサハイダー・チヌイのコサック軍。1618年にサハイダー・チヌイが指揮する2万人のウクライナ・コサック軍は窮地に陥ったポーランド・リトアニア共和国の王子ブワディスワフ4世を救うためロシア・ポーランド戦争に介入した。ロシア軍はコサックが西方のスモレンスクを通って モスクワへ向かうと予測し、スモレンスク周辺に軍勢を集中させたが、サハイダーチヌイは、ロシア軍の裏をかいて、南方のプティウリから攻め入り、モスクワへ出兵した。コッサック軍は、モスクワに向かう途中、プティウリ、ルイリスク、クルスク、リーブヌイ、エレツ、レベジン、スコピン、リャーシュスクなどのロシアの町や城を陥落させ、セルプホフのあたりで、 ドミートリー・ポジャールスキー公が率いるロシアの強度、防衛隊とバシーリー・ブツルリーンが率いるロシア正規軍を蹴散らし、9月20日にモスクワの近くでブアディスワフ4世と合流した。同時にコサック別動隊はヤロスラブリ、ペレスラブリザレスキー、トゥターエフ、カシーラ、カシモフを落として略奪した。9月末にモスクワは包囲され、サハイダーチヌイの軍勢は、 アルバートモンあたりに陣を敷いた。コサックは総攻撃を準備していたが、ブワィスワフ4世の傭兵軍が給料の支払いを要求して攻撃に反対したので総攻撃は中止され、ロシアのとはなを逃れた。戦争はデウリの和役によって終わり、サハイダーチヌイはコサック軍を連れてウクライナへ帰陣した。1619年にポーランドロシア戦争が終わると、 ポーランドリトアニア共和国の政府は政府側の登録コサック以外のウクライナコサック組織を違法武装集団とみなし徹底的にコサック軍の縮小政策を実施し始めたこの政策は非登録コサックの不満を煽ったもののサハイダーチヌイはコサック軍の存続を重視して政府との対立を避け政府の政策に加担した非登録コサックはサハイダーチヌイを コサックの大長官の座から下ろしたが、共和国の政府は彼を登録コサック軍の軍長にした。非登録コサックと登録のコサックの対立は2年間に及んだが、1620年に大規模なポーランドオスマン戦争が始まったことによって、ポーランドリトアニア共和国の政府は非登録コサックを公認し、戦地に派遣した。その折、 サハイダーチヌイは全コサックの大長官の座に復帰した。サハイダーチヌイは聖教徒であったが、ウクライナ聖教会は1596年のブレスト号同意後に正式な教会組織を持たず、ポーランド・リトアニア共和国において非合法的な存在であった。ウクライナ聖教会を復活させるウクライナの民間人の強い動きがあり、サハイダーチヌイはそれに味方した。 1620年に彼は、ザポロージャのコサック軍の全員と共に、キエフの町人が作る、政教都市民団体、キエフ兄弟団に入団し、コサックを、ウクライナ政教会の保護者として位置づけた。さらに、東欧を訪問する、エルサレム総主教フェオファン三世の助けを借りて、ウクライナ政教会を再編し、ウクライナ政教会の組織を復活させた。教会は、 非合法的な存在であり続けたにもかかわらず、コサックという軍事的保護者を得、政府の弾圧を恐れず活動することができた。詳細は、補填の戦いを参照補填の戦い。ポーランドリトアニア共和国の政府は、サハイダーチヌイが、正教会を支援していることに対し不満であったが、オスマン帝国との戦争中であったため、サハイダーチヌイを制する余裕がなかった。さらに、 1620年10月7日にチツオラの戦いにおいて、ポーランドリトアニア軍が大敗したので、政府は、サハイダーチヌイに、コサックによる援軍派遣を申し入れた。サハイダーチヌイは、ワルシャワに出向き、登録コサックの増加、コサックの自治権の拡大、並びに、ウクライナ正教会の公認といった条件の下で、王や政府との交渉を行い、政府側の合意を得て、 コサックの援軍を約束した。1621年の春に、サハイダーチヌイが率いる登録コサック軍とザポロージャの非登録コサック軍が、ウクライナのホヒリウ町のあたりで合流した。サハイダーチヌイは4万人からなるコサックの全軍の大長官に選ばれ、ブワギスワフ王子を助けるべく、ポーランドとオスマン帝国の属国モルドバ公国の境にあるホティン城へ向かった。 同年8月にホティン城に到着したコサック軍は2万人のリトアニア勢と王子が率いる1万人のポーランド勢に合流し20万人のオスマン帝国とその属国からなるイスラム勢の大軍と対峙した。同年9月2日にオスマン帝国の軍勢はホティン城を中心とするポーランドリトアニア共和国軍の陣地に攻め入った。しかし城の周りは 荷車と土イで作られたコサックの防衛線が設置され、イスラム勢は数日をかけても、その防衛線を突破することができなかった。二日から二十八日までの間、オスマン帝国軍は六回にわたる総攻撃を行ったが、コサックの大砲や鉄砲の前ではなす術もなく、すべての総攻撃は大敗に終わった。長引く苦しい戦いで力尽きた、オスマン帝国のオスマン二世は、 9月29日に、ポーランドリトアニア共和国の王子へ、和平交渉を願い出て、10月8日に王子とホティン、和役を結んだ。ホティンの戦いとこの条約により、オスマン帝国の中東王制派の夢が砕かれ、ポーランドリトアニア共和国は、サハイダーチヌイのコサックのおかげで独立を守り抜いた。ホティンの戦いで、ポーランドリトアニア共和国側は、勝利したにもかかわらず、コサックは、 大きな被害を受けた。コサックの大長官サハイダーチヌイは敵の毒矢にあたり致命的な傷を受けた。彼はキエフに運ばれ1622年3月20日にキエフで死去した。サハイダーチヌイの遺体はキエフ兄弟団の高原最教会で葬られ、彼の財宝は遺言通りキエフ兄弟団学校とリビウ兄弟団学校に譲られた。 ウクライナ市場でのサハイダーチヌイは英雄視されている。彼の活躍によりキーフはウクライナ人の文化的中心となり、ウクライナコサックは封建領主と肩を並べるほどの軍事力を持つようになったと考えられている。サハイダーチヌイへの崇拝が17世紀中に作成されたウクライナ民話や民謡にも投影されている。ウクライナ私学におけるサハイダーチヌイは ウクライナ海軍の海藻、コサック軍の改革者、ウクライナの偉大な司令官のような人物として描かれることが多い。また、ポーランド私学に見られるサファイダーチヌイは、ポーランドリトアニア共和国に忠義を尽くしたコサックの最高司令官として紹介され、ポーランドリトアニア共和国の崩壊を招いた、もう一人のコサックの統領、ボフダンフメリニツキーと対比されることがある。それに対して、 ロシアソ連史学におけるサファイダーチヌイは、ロシアへの出兵がために、しばし否定的な評価を受け、不メリにつきほど注目を浴びることはない。ありがとうございます。